ドライにしたからさ、あっちゃな。あ、ピーコちゃん、よせさん、ありがとう。まるちゃん、こんばんは。ありがとう。ありがとう。やねんちゃん、こんばんはに。何？焼き鳥買ってきた。焼き鳥いっぱいだよ、食べた。売り切れだって。何買ってきた？何でもねんか。何でもねえ。そうか。売り切れ。いいよ、別に。焼き鳥だ。これドライだけどいいんかな？今日いいよ。ドライなんだよ。それフリーのと別にしといた方がいいよ。ありがとうございます。タマいるから大丈夫だよ、廊下に。見なくて大丈夫、静かにしてるから。今少し悪いけどさ、閉めてくんない？そこタマちゃん。いいよ、そのくらいで。いやだよ、暑いもん。ドライにしてあるんだよ。またここ開けっぱなしじゃ、また来ると良いじゃね。なんでこうなん、ドライにしてあるの、ここ開けっぱれ。アホ。あ、飲んでるね。アホって言ったからね、あんたおっかないね。今日飲んでるよ、この人は。アホだって。飲んでるよ、結構ね。飲んでますよ。もういいや、私は。これクーラーにしないと暑い。ダメだね、ドライじゃダメ。暑くて困ったね。ちょっと待ってね。アホって言ったから飲んでるよ、結構。怖いよ、こういう人。怖いかんね。怖いかんね。汗びっちょいだよ。パンツなんかびっしょびしょ。ね、自分の自由だからね。うんと飲んでますから怖いですよ、今日は。全部俺が閉めてるってね。俺も飲んでるって、そうなの。暴かれ、暴かれ、居候にって、閉めてるって。ピアちゃん、ヨセさん、お疲れ様。これ以上言うと、パンに、からしいって。ありがとう、ありがとうね。いいね、ありがとう、ありがとう。信号いてくれた。いないんだよ、いない。今日はさ、外がね、蒸し暑いから、うんとね、冷房下げないと出ないのよね、風がね。難しいね、こういうのね。ほんとね。よしの、和彦さん、信号生きてる。生きてるよ。涼しくなった。そう、いちごさん、いいねしましたよ。本当に体調気をつけて。ありがとう。怖いよ今日。藤村音響さん、こんばんは。ナイスワッチ。まだまだ暑いからお体大事に。ありがとう。吉野和彦さん、相原さん、これ聞こえてる。笑う。なんかブツブクさ言ってる。ヤナちゃん、イソロやばくない態度って本当だよね、カートさん、声が小さい。大きな声で、もう大きな声で言えないんだよ。まだ飲み過ぎ怖いね。お母さん、今夜も配信お疲れ様。ナイスしましたって、ありがとう。すごい、まだ始まりそうだ。
舌打ちしないってね、音減ってる、カメラ映さないようにね、そうだね、アプリマンジュさん、ヨセさん、ヤッホー大丈夫って、ありがとう。ミーさん、ヨセさん、こんばんは、こんばんは、ビアちゃんナイスしてくれて嬉しいねって、ありがとう。クリーミーちゃん、こんばんはって、こんばんは、こんばんはね、ヨシノカブコさん、ヨシエママそうかーで、あげて、来てるって、そう、またテレビ見るで、テレビなんか見なくていいんだよね、もうね、月中程度直してねってね、ゆりかりちゃん、お邪魔します、夕飯食べましたか、夕飯食べた、大したこもん食ってないけどね、うんこ出ねえから、ありこちゃん、そっとナイスしとくね、笑う、ありがとう、はいはら、夜のこんなことは絶対ね、間違ってもね、ヘドが出る、ごめんね、ヘドっぱき出る、あんなじじい、エレ飲んでるから怖いよ今日は、きなこもちさん笑うってね、ほらまたテレビ見てうるせんな、たくさんどんどん寝たいんだよな、あんなじじいよ、クズだよ、クズだよ、自分の好きなことばっかりやってんだよ、普通じゃないから笑うって、カートをテレビの音を下げてください、声が聞こえません、どうでしょう、怖いよ今日酔ってるから、こう出かけてる時はね結構飲むから、本当怖いよこの人、怖いよ本当に、大嫌いこの男、ムカつく、本当に江戸っぱき出るよ、言うてやろうで、え、妖精さん気をつけて、どうか無事であります、本当だよね、悪いよーい、あたち悪いんだ、そうだよ、きなこお餅さんお酒飲んでたら危ない、飲んでるよ、自分で自由ですもんね、金下ろしてきて飲んで、汗びっちょり、汗びっちょりだよ、あの下着もあれで寝るんだからさ、上着も汚くなるわけ、そうでしょ、あ、美穂ちゃんこんばんは、こんばんは、よしの、え、なに、えに、お、男好きじゃねえで、悪いけど男なんかでっきれ、大っきれ、気をつけて、とにかく刺激しないようにって、本当だね、今日は結構飲んでるからね、分かるよ、みりゃ自由だもんだって、金を下ろしてきて自分で行って自由でしょね、ご飯も食ってきてるし、か、焼き、あれなんだ、パチンコ行って酒飲んで飯食ってきたんで、そうでしょ、声が小さい、わざと小さくしてる、あんな男とかね、昼は掃除機かけたのにね、そうだね、げんちゃん、うさぎの手洗っちゃう、よしえさん、とにかくナイスに来たで、ありがとう、カートさん、アホって言われるね、あ、のだめさん、ありがとうございます、よしえさん、こんばんは、ナイスって、ありがとう、七夕の風船、ありがとう、ありがとう、よしの、あやら、パチで負けたら、だけに溺れるのって、わかんない、毎日暑いですね、暑いね、ほんとね、暑くて困っちゃうね、そうだね、ジュリアさん、ヨセさん、こんばんは、ってね、ありがとう、ちょっと待ってね、喉が痛い、
うるさいって言われたね。野田の妖精さん、声がガラガラ、大丈夫ですか？そうなんです、声がガラガラなんですよ。ありがとう、野田さん。こちら、またあなたの伏線。ありがとう、ありがとうね。もうガラガラ。万丈さん、定期ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ユ、うん、ンポちゃん、飲んでる時は普通ではないか。危ない。何？何？ちょっと強くなんない。何？強くしろ。だって強くったってこれ以上あれだで。外が涼しいから出ないんだよ、風が。そこをそんなに開けちゃう、逃げちゃうかな。そこんとこ、廊下もっと閉めてよ、玉が出るぐらい。あ、いい、はい。もうすごい強くなってんだけど、今日ね、外が割と涼しいから、うんとね、あのやんないとね、風が出ない。ほんでドライにやったらね、風ダメね、うん、ね、うん、置いとく、怖いかんね。結構飲んでるから、わかるから。自由だから、ね。自由でしょ、自分は。うん、言語、嫌でした。あの子はいない、いつもいない。ね。あれもいい加減な人間。本当私ね、頭おかしくない。嘘はないよ。ね。こういう。こういうのとガキです、またおかしくなる。本当にもう自分が嫌になってくる、うん、ストレスで吐けてきたり。そうだよ、もともと頭おかしいからあって。ナイス、わざわざナイスしないよって言わなくてもいいです。野田雨さん、妖精さん、体の気をつけて大事にしてください。心配してます。ありがとう。ありがとう。こちら、ただまたの風船。ありがとうございます。ありがとうね。野田雨さんも暑くない。暑いから、お体気をつけてください。ありがとうございます。ありがとう。いつもありがとうございます。連日猛暑に、ギラギラになる。ほんとね。音がでかいな、ちょっと音がでかい、頭が痛いよ、ね、帰ってきてこれだもんな。妖精さん、そうですって、こちらこそありがとうございますって、どうでもないです、いつもありがとう、のだめさん、ありがとう。モードはキラキラ、基本リブしてるのはアンチで、妖精さんってね、ジジーってね、かわいそうだよって、うん、カートテレビの音ってね、気持ち小さい音ね、本当だよね。みーちゃん、こんばんは。気泡を使うかドレスですね、そう、うん、東海道大磯さん、七夕パンダ、ありがとう、ありがとう。奥ちゃん、こんばんは。ナイスした、ありがとう、嘘、ありがとう、ありがとうね。ワクネルさん、ヨシエさん、東枕寝てますか、うん、ほらね、うん、あ、クルマンジュさん、定期ありがとう。カートさん、あいはら、怖いだろってね。怖いよ。いつどうなるかわかんねえや。飲んでりゃ。ふわふわちゃん。今日はあいはらさん、掃除機かけてくれた。よかったですよ。ね、あ、よしえさん、また来ます。お体、大事にね。
またねって、ありがとう。ありがとうね、のどあめさん。ありがとうございます。いつもありがとうございます。暑いから気をつけてくださいね、お体ね。またねって。え、ゆかりちゃん、大丈夫？今日、あ、心配だ。そうなのね。怖いよ。怖い。自由だから。ねえ。パチンコしてさ、向こう。自分で行って、いくらでも飲めるもん。自由でしょ。ベリエサさん、現在の閲覧ランキング、妖精さん、15位。1位、キャリーちゃん、ヒカルドさん、16位だって、そうなの。キャリーちゃんそんなに人気あるん今日。1位、すごいね。そうなんだ。あれ、タマ、そこだっけ？タマ、廊下にいるって言ったじゃん、さっき。何？さっき言ったね。それで、そこは少しあるし、開けすぎだって言ってるじゃん。もう酔ってる証拠でしょ。分かってないんだから。そうだよね。怖いよね。怖いよ。ね。見てるんだから、見てほら。ここ開けて見てるんだから。タマのとこ。ね。あんなに開けたら逃げるよ。今少し少ないと。ね。そういう神経全然ない。今来て、自分で開けたんだよ、あそこ。もうでしょ。もう忘れてんだよ。私あんなに開けとかないもん。玉が入るぐらいしか開けないよ。みんな逃げちゃうよ、廊下に。そうでしょ。酔ってる証拠、もう。怖いよ、ほんと。お父ちゃん、よしえさん、ナイスに来た。ずいぶん撮ってね。ありがとう。ありがとう。苦労が与えないね。ほんとです。はい。よしえさん。飲んでないのに酔ってるみたいだね。酔ってないよ。あまりこういう人いないかんね、男でね、うん、掃除かけたぐらいで、こんな年中かけないかんね。今日たまたまだかんね。ね、自由ですよ。自分の金を下ろしてきて自由に使ってるじゃん。パチンコ行って、酒飲んで、飯食ってきて、ね、うん、自由ですよ、何でも。ほいで今度来て、テレビ見て、タマ見たよ、さっき。見たのに、タマそうとかだと、酔ってる証拠だよ。タマちゃんが、唯一の友達、だっけな。おーい、リブーさんだっけな。うん、ありがとう。ありがとうね、うん、汗びっちょりだね。下着とか背中汗びっちょり。あいで寝るんだから気持ち悪いわ。うるせんな、テレビってね。やだね、ほんとやね。そんなに食えないよ。一切出ないんだよ、まだ。今日だからね、飲んだよ、漢方。うん。あ、ほ、うん。補聴器ないのって。補聴器ない。うん。耳なんか掘ったことねえから、この人。悪いけどさ、ちゃんと枕して寝てくんない？布団の上に頭乗せちゃ困るよ。汚れるから、座布団カバーが。私そういうの嫌いなんだよ。俺専用。俺専用だって頭にくるね。ね。だってさ、枕するんじゃないの普通。頭に座布団乗っけてるん。汚ねえ頭。ね。気持ち悪いよ、私。ああいうの、ああいう姿。嫌なんだよね。ほんでテレビ見かけといて、あに寝てるん。見て、みんな。見て、頭に来るで。見て、ああいう感じ。散々遊んできて。ね、ああいう人いないかんね、男で。散々遊んできて。
テレビつけっぱれであのざま、腹が立つ、ほんと頭にくる、一緒にいたくない、私苦労が絶えない、この人といると、はっきり言って汚いで、頭、この人の頭汚いかんね、私嫌なんだよね、枕カバーも洗ったことないんじゃない、そう思うよ、自分の枕カバーが取り替えられない人だから、汚いよ仕草が、一緒に暮らせないよ、気持ち悪くて、見てね、テレビつけっぱれだよ、ねね、生活費かかんなくていいやね、人ん家のテレビだもんね、金払うわけじゃねえもん、ムカつくよね、サンダー住んできて飯食って、ほいで酔っ払ってよ、今日酔っ払ってるからね、怖いからね、分かってるから、こういう人なんだよ、ずうずうしいんだよ人間が、テレビ消しといてくんない、悪いけど見てないんだら、悪いけどテレビ消してくんない、悪いけど頭へくるから、あんたに電気料もらってないから、私悪いけど頭へくるから、本当頭へくる、汚ねえ男、ヘドが出る、大っ嫌い、気持ち悪い、言わないよって、あ、黙れ、よし、いないね、わかるって、わかるでしょ、また切れてる、うざいって、黙れって、どんどん寝りゃいいんだよ、あんたやつよ、気持ちよく寝てるんだよって、気持ちいいけどさ、汚いじゃん、だって枕して寝るんだらいいよ、布団カバーを枕にされたら私嫌なんだよね、本当、私そういう人間じゃないから、布団カバー枕にするって嫌なんだよ、私、昼間くらないのって、昼寝枕あるよ、自分であるんだけど、今度は枕、これ折ったで、見て座布団折ってる、はい、ずっと見てください、この格好ね、電源も切らない、テレビの見なきゃ、かけなきゃいいんだよ、そうでしょ、自分で自由に遊んできてさ、このざまだよね、こんな人いらねえよ、私ムカつくよ、一緒にいて腹が立つ、顔も見たくねえ、そうでしょ、腹が立つよ、ムカつく、私なんだい、あのあれだね、みんな見通しだぞ、何がのこれびっくりしたね、ババクって言うんだよ、あいつから聞いたよ、すごいって、お前一から十まで知ってるわ、一つ関係ねえよ、見てるからだもんね、見てるが嫌だったら出てけばいいで、そうしたら関係ねえべ、出てればいいんだよ、ここ関係ねえよ、そんなこと、クズといりゃ頭にくるべえや、誰もあんたみたいなクズと生きてる女いねえよ、気持ち悪いわ、あんた映ってるから違うねえよ、クズがよ、あんたが一番だっけ、クズがよ、クズがよ、あんたみたいなクズいねえよ、うんこ漏らしてな、警察騒ぎしたりよ、年中酔っ払ってよ、ろくでなしがよ、クズがよ、おめえの顔なんか見たくもねえや、ヘドが出るわ、気持ち悪いわ、ここまで言われて出てかねえよ、とやろうだ、れいこさん寂しい、背中だ、切れたら怖いよって、ほんと、うんこを漏らした、目につくなら襖閉めな、そうだね、襖閉めりゃいいんだな、そうだね、見たくね、何も聞いたって、あのね、友達にね聞いたんだって、こういうの見てるんだんべ、だってそろそろ切れてもいいよ、はいはらって、もうし
かぶってるかも、ね、うん、YouTube で見たのかなって追っとけばいいんだ、うん、アイテムもよく耐えてる、うん、あすることできないなら罵倒すんな、うだってさ、何でもだらしねえじゃん、脳なんかだから、やったことをいちいちね見なきゃダメだよね。あれこの間もさ、洗面所の電気つけっぱれだって、慎吾が風呂に入ったら、ほんで水もよく止めてないって、脳なんかだからね、脳なんかって言って、そうだよ、年中酒飲んでるから、年中酒飲んでんだよ、そうでしょ、わかったら違う話してって、食べるものなくなったら、うん、頼る、うん、食べ物なくなったら信号買ってくるから大丈夫、あのじじいに頼まなくても、うん、大丈夫だよ、そうでしょ、こういう人いないよ、はっきり言って、私大嫌い、顔見るもや、本当だよ、嘘じゃない、だって汚いで、洋服は洗濯しねえんだから、みんなほっぽっとくんだから、汚い人だで、明日後日でだってね、そうなんだよ、うん、結局一緒にいるんだね、うん、だってデートがねえんだからしょうがねえべ、こんばんは、家に帰ってきたって、あ、ののちゃん、あ居酒屋から帰ってきた、ありがとう、ご苦労さんです、ありがとう、ピーコさん長年いると、そうなっちゃうんだよねって、うん、ずうずうしいんだよ、自分語りは禁も禁止でってね、もういいよ、疲れてよ、私こんな男といたくねえよ、冗談じゃねえよあんた、そうだんべ、何一つやんねえから、ゴミだらけ、庭がすごいよ、見えるよ、草がすごいよ、年中さ、今日はパチンコ行ったけど、行かない時はいつもねパジャマ着て一日テレビ鑑賞、昼間から飲んで、こういう人だよ、私ずっと見てきたよ、よくわかるよ、私こういう男は嫌だよ、嫌だよ、そうでしょ、こんな人といたら何もいいことないよ一つもね、うん、ああ大丈夫だ、ダメだこりゃって、ダメかい、うん、ダメかいこりゃ、うん、おうかい、どうしたの、ゆなちゃん、お部屋の中配信で見えてないとこ綺麗すぎる笑う、ありがとう、 KP ありがとう、 KP ありがとうね、ジュリーちゃん、ヨセさん、何か飲んでありがとう、私ね、あれ枕をね、枕の代わり座布団やるの嫌い、だってだ、いくら綺麗な頭でも汚いよ座布団、私カバー取り替えられない、前は取り替えられたけど、私はもうできない、そういうことが、ほんと困るね、自分のね枕で寝てるんだらいいよ、すごい布団か、布団をね枕の代わりされる、一番嫌なんだよ私、すごい神経質なね、嫌なんだよね、あとはね、枕、なんていうの、座布団が周りにあると怖い、杖で歩ってるから、突っかかると、そうでしょ、だからね、嫌な、ほんで障子だってね、あんなに開いてなかったかんね、見て、玉のあそこ、あんなに開けとくん、玉ちゃんがね、出入りするだけ開けりゃいい、みんなね、逃げろ、冷房が、逃げちゃう。あっち、俺冷房強くしてくれって言ってるのね、ずうずうしいでしょ、自分で責任取らないんだよやってることにね、寝るんだったらテレビなんか見なくていいじゃん、
そうでしょ、帰ってきて。私ね、リモコンもちゃんと片付けたんだよ。そこのリモコンラックに。そこにあるでしょ、あのこけしの横。こけしの横に。あそこにちゃんと折ったっといたんだよ。いつもやりっぱれだから、あの人は。見れば見たで。どこにでも置いとく。ね。おいで、酔っ払いがさ、リモコンを放り投げてさ、リモコンにさ、ガムテープで貼り付いてんだから、リモコンが。本当にあれだ。うちを悪くする、この人は。障子も破いたし、そこ見て。ね。酔っ払って兄に障子破くんだよ。嫌だよね。障子ぐらい貼ってもらいたいよ。酒飲む金があったら。そうでしょ。私が破いたんじゃないで。ムカつくんだよ。そうでしょ。私が破いたんだら自分でやるけどさ。慎吾もそうだよ。すごいよ、向こうの部屋。障子がビリビリで。私が割られるんだからね、近所に。ほんと頭くるで、この二人。よとやろうがよ。ああ。クズ野郎が両方ともよ。ああ。なんで誹謗中傷なの？本当のことだから言ってるだけじゃん。本当のことだよ。アホと暮らしゃこういうになるんだよ。普通の人間だったら文句言わねえよ、私。違うかい？普通の人間と住んでりゃ文句は言いません。私文句言いませんよ。普通の人間と住んでた。どっちもクズでしょ。違う？あのうちのガキもクズでしょ。毎日毎日いなくてさ。ねえ。ええ。ほいでまだ県民税払ってねん。うん。めんどくせえからさ。私が払うよ。県民税ぐらい。うん。あっためくるよ。うん。県民税ぐらい私が払う。うん。ねえ、クズだから。うん。それがダメなんだよって、だって疲れるもん。ずっと県民税払ったか払ったかって、頭おかしくなるのよ私ね。だって私が払っちゃえばさ、もう忘れられるもんね。2期は今度は9月だから、1期は7月1日ね。まだ払わないんだよ、こんだけ出かけてて。コンビニでいくらも払えると思うんだよね。そういうの嫌いなんだよ私。私何でもきちんとしてるから、お金は、うん、お金のルーズは大っ嫌い、うん、そう、人にね金の迷惑かける人で大っ嫌いね、うん、ほんと大っ嫌いだよ。人にね金の迷惑かける人ってダメだから。結局は自分が贅沢してさ、ね、そうでしょ。外食してきて、酒飲んできて、パチンコしてさ、そうでしょ。おいでこのざまだよ、帰ってきて。ムカつくぜ、ほんと。よせさ、あやらさんから少しでもお金もらったら。そう、うん。だけどね、私ね、無理にくれとは言わない。うん。お金なんかいらない、私。うん。私一生懸命働いてきたから、うん、お金いらないよ、うん、どれだけ自分が立派なんだいってね、うん、私人に金返してくれって言ったこと一度もない、今まで生きてきて、うん、今まで人に金の迷惑かけたこと一度もないです。悪いですけどね、うん、だってさ、お金ってさ、自分の枠内で使えば困らないよ。そうでしょ。自分でね、入ってくる枠内で暮らせば困らないよ。ね。困る人って、自分のね、枠内で暮らせない人。だから借金抱えたり、与太野郎がいっぱいいるの、人生。うん。私ね、あのさ、金貸しのさ、あの、テレビのコマーシャル大っ嫌い。うん。私が貸してやるよって言ってよ。ね。アコムとかさ、いろいろあるだんべ。もうさ、よせーって、ありがとう。もうさ、ありがとう。こちら、
大きいドーナツ、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。現在ランキング12位だ。誠二さんが1位ね。オーナー、うん、よせさん、こんばんは、ありがとう。自家製パンケーキさん、ありがとうね。何、息子より男、何が、息子も男もデッキレだよ。男なんか関係ねえよ、私は。ねえ、ヘドが出ちゃった。ねえ、男が欲しかったら小柳ルミ子さん連れてってもらって結構ですよ。あなたが連れてってもらって結構ですよ。私は嫌いですから、うん、出てきたってね。ああ、しおにだし、あいはらって、お前が、お前がってね。ああ、大嫌い、このじじい。色が出る。ここに寝てる姿見ただけで腹が立つわ。うん、ああ、夢中じゃねえよ、私悪いけど。大嫌いだよ。昔から金のねえ男。金がないやつは人間のクズ。悪いけどね。ね、だって金がないっていうのはさ、あれなんべ、金遣いが荒いからねえんだよ。自分で入ってくる金に応じて使えば金なんか困らねえよ。そうでしょ。変わっちゃう、ナイスしたって、ありがとう、ありがとう。ランドリークルーさん、風船ありがとう、ありがとう。ランドリークールさん、風船ありがとう、ありがとう。ベリサさん、ユセイさん、いろいろあるけど元気そうなんで安心したってね、うん、あ、こちら何、うん、いいよ、ナイス、絶対に押しません。押さなくて結構、結構毛だらけ、猫灰だらけ、クズ、うん、関係ねえ、バカタレ。ランドリークール風船ありがとう。ランドリークール、KP ありがとう。うん、焼き鳥食べたのか、焼き鳥買ってこねえ、うん、焼き鳥一品払ってよ、うん、払ってるよこの野郎。何でも舐めるな、マンだってよ、この野郎。何がこの野郎、バカ。ああナイス、なかったら大変な目にあって、激臭しないのに。うん。大変な目にあった。大変じゃねえよ、ほら。ほらか、ナイスしねえったって食ってけるで。悪いけんどよ。ほら食ってけるで。一生懸命働いてきたから。この二人は食ってけねえと思うけど、このクズ二人。そうだで、悪いけんどよ。うん。もうでしょ。ね、私も通報して、通報なんか関係ねえよ、この野郎。段取れ、作ら、風船、ありがとう。ありがとう、風船ありがとう、ありがとう。みんなで、出せよって。なんで、なんで場になるの。私悪いことしてねえけど、関係あるって。ね、そうだよね、フルーツさん。関係ないよね。関係あるって。うどんさん、そうだよね、うん、楽しい話すべっか、イケメンとかってね、号外で通報したって。あ、通報しても結構です、どうぞ、うん、アンチばっかりいるんね。なんでこんなアンチがいるの、ムカつくんね。みんなあれか、あれみんな消しちゃおうか。なんかアンチ多いなって。そうだよね。レオちゃんアンチ多いよね。すごい多いね、レオちゃん。レオでーすって。ありがとう。ありがとうね。ナイス。終わりだーねって。終わりじゃねえよ。終わりけんど。うん。ほら、終わりじゃねえよ。うん。ほら、終わりだね。終わりけんどよ。自分が死ぬぐらいな金持ってっからすやねえよ。うん。悪いけどよ。イライラするな。消した方がいいよって。うん。ああ、やらー。
いいか。いただくだってね。うん。柿の種さん、アンチが湧いて来てるんじゃなくて、この態度でしょ。目も背けないよって。怖いよってね。歌歌ってよかったのに、今はアンチなのってね。うん。6位のひどんなさんがあって何、ひどんなさん、山田線ウォーキングしてるって、そうなんですか、うん、そうなん、すごいね、アンチ米見たくない、ああランドクルーザー風船ありがとう、ランドクルーザーどうしたこの人、風船ってね、どうかしちゃったんかな、頭おかしくなったかな、何1730くらい差があるから大丈夫だよって、そうなん、玲子さん、うん、ありがとう、一回深呼吸しようって、うん、別に怒ってねえよ私、うん、怒ってねえ、うん、布団ゴロゴロかけてもらえばいいんだから、座布団に。うん。座布団にゴロゴロかけてもらえばいいんだよ。ねえ。そうでしょ。枕代わりにした座布団、ゴロゴロかけてもらえばいいんだよ。そうでしょ。フルーツさん。いや、怒ってますけど、って怒ってねえよ。もうさん。横浜流星の話するか、三宅健かってね、ジジイ向こう行ったからいいよ、もうヘドジジイ向こう行ったからいいよ、もうみんな開けっぱれだ、こっちもクソジジイがよ、バカタレ、ちょっとやろう、ヘドジジイがよ、みんな逃げちゃうわ、クグラがムカつくぜ、ほんとにあの態度ムカつくんだよ、ジジイの、そうでしょ、座布団に頭乗っけて寝るバカいる、私綺麗時だから嫌なんだよ、そういうの、平気な人もいるべえけどさね、ああ小柳さん風船ありがとう、まゆちゃんまだやってるって、そうなん、こんなランドリークーラーが KP になったよ、うん、KP プレゼントって、もうああもう疲れたよ、うん、座布団に枕にして寝てたよおじいちゃんって、そうでしょ、うん、座布団嫌なの、うん、汚いから、頭って汚い、そうでしょね、うん、嫌なんだよああいうの、私嫌いなの、まゆちゃんの差は1212だってね、うん、そうまゆちゃんをね抜こうとは思わない、うん、私の惹かれるしね、うん、惹かれなきゃ私の方が上だから、そう思ってればいいのよね、私の方が上だから、向こうはコラボやってるしね、私惹かれなきゃ私の方が上だから、私惹かれてますからね、12時過ぎると200いくつ惹かれ、10日で2000いくらですよ、そうでしょね、2000いくらも惹かれちゃさ負けるのは当たり前ね、向こうはあれいろいろコラボやって私一人でやってるんだよね、そこの違いを見てもらいたい、みんなに、うん、そう都合されるから言わない方がいい、都合して言われたよって、そうなん、うん、まゆさ真面目にやってるから惹かれないよって、あいいよ別に惹かれなくても、どうぞ、私1位取ろうと思わないですから申し訳ないですけどね、レオちゃんファイトだよ、ありがとうレオちゃん、短冊スタンプありがとう、ありがとうレオちゃんファイトだよって、ありがとうね、ありがとう、あランドクルーさん風船ありがとう、ランドクルーさん風船ありがとう、どうしたんこれ、なんかおかしいな、 KP とかさ風船なんなんこれ、
おかしくね、頭おかしくなるわ。林峰さん、余生さん、こんばんは。ナイスしましたって、ありがとう。ありがとうね、林峰さん。ありがとう。ありがとうね。なん、25度だから、涼しいわけだな。6にすると止まっちゃうべな。6にすると、風が止まっちゃうんだよな。困るんだよ。配信者、なんて、底辺中、何底辺からね。林峰さん、あの林峰さんじゃないね。違うよね。うん、違う。うん、本当だね。うん。アイテム投げるなって。ランドクルーさん、KP、ありがとう。もう疲れたよ。ダメだこれ、出てこねえや、風が。26じゃ、25じゃなきゃ出てこねえ。ダメだな、参ったな。まあいいや、信号がいねえから。信号がいれば、2台だから大変だ、ね。そうだね、カッパちゃんね、疲れたなら休めばってね。深呼吸だーって、ありがとう。何、ほんと頭へくるね。柿の種ってね、どうせ1位になれないんだし、だと笑うわ。何でも言いたいこと言ってください、アンチがよ。あ、いいですよ、しなくて。いいですよ、したくなければ。私の枠に来なくていいですね。悪いですけど、みんな言ってますよ、配信者面白くないですね。人の枠に来てね、なんだかんだ言ってさね、自分でね、応援してる人のとこ行ってください。私関係ないですから。誰もみんな言うと思います。さっき違う人の配信見てたけど言ってましたよ、ね。人の枠生きてね、なんだかんだ言うんだら他行ってくださいってみんな言ってますよ。普通だと思います。文句ばっかりね言ってね、ね、人の枠荒らしてね、そういうの良くないよね、リスナーさんとして。そうでしょう、頭めくるよ。ゆうさん、おっかさん、ナイス押したけんって、ありがとう、ありがとう。もうレオですって、短冊スタンプ、見えねえ。レオちゃんごめん、ありがとう。レオちゃんいつもありがとう。レオちゃんありがとう、ありがとう。私も言ってますってね。こちらファンタサダさん、初コメってナイスって、ありがとう、ありがとう。加藤さん、明日体調悪くなるのかな。何ですか。ありがとうね。あ、七瀬のふわっちか、夢ふわっちくん、コットキャンデー、ありがとう、ありがとう。ゆうさん、どうしたのって。アンチがいっぱいいるんよ、ゆうさん。どうしようもない。アンチだらけ。ね。あいうえおさん、風船プレゼントってね。野菜さん、アンチいませんよってね。忍法さん、風船投げてる人をブロックしましょうってね。そうだね。閲覧多いとアンチさん増えますねって。そうですね、あゆえちゃんね、本当だね。なんかね、嫌になってくるね。
勝手に言わしとけばいいか、うん、何でも言わしとけいいや、関係ねえや関係ねえ、俺関係ねえだね、ほっとこうよっていうさ、そうだよね、ほっとけばいいね、ほっとこうよって、マミーちゃん、ヨセさん、こんばんは、今日の深夜にナイスしました、うん、あ、今日の深夜にナイスしました、あ、そうなん、ありがとう、ありがとう、トイレはいい、うん、行ってきた、うん、毎日ボブ変だ、全く憎らしいね、もう無視するからいい、そのうちいなくなるから、相手にしなきゃいなくなるから、すやね、そうでしょ、相手にしない、うん、アンチどもいい加減にしろって、ありがとう忍法さん、ありがとう、まさこちゃん、まさこ、まちょこちゃん、そうそうね、ほっとけって、そうだよね、うん、すごいね、消しますか野菜って、暴言ババア、暴言ババアって、こういう人を消さないと、消す人いないと思うのよね、ね、消しますこの人、もうさ、あ、来た、たけちゃん監視中って、ありがとう、ナイスしたよって、ありがとう、たけちゃんありがとう、風船さんこうありがとう、ナイスしたよ、ありがとう、ほっとけない、ブロックした方が、そうでしょ、カッパマルちゃんね、野菜はってね、うん、はい、野菜ブロックありがとう、ほっとけないよね、野菜はブロック、はい、あ、中村モンドもブロックしますかね、うん、中村モンドもいらないんじゃない、うん、ね、もうさ、笑うってね、みんなじゃなく私といい、主役がね、なんてかわいそうな人なんでしょうってね、ブロック祭りですか、そうでしょう、すごいね、柿の種もアンチなのでブロックしましょうってね、柿の種、うん、ありがとう、頭くるね、うん、荒れてますなって、荒れてますよ、中村モンドもね、こんなものね、アンチだよ、うん、忍法を荒らさないでって、なんぞこれ、笑うっていうさ、すごいね、うん、すごいでしょ、うん、アンチがすごいよ、アンチ無視すりゃいいんか、あ、おはぎちゃんいつもありがとう、バンチャーってありがとうね、なんか飲もうって、ムシムシって、レオ、レオちゃんありがとう、レオです、ムシムシってありがとうね、レオちゃんありがとう、本当だよね、バカを相手の時じゃないよね、カッパちゃん、ヌマップーチだーってね、うん、リスナーさん、ナイスしたくなければ他枠に行けばいいのにね、そうだよね、リスナーさんね、なんでここに来るんかね、不思議だね、うん、そういうのがね、不思議なのよ、本当だよ、うんうん、モンド消しますか、うん、カメラさんの枠も荒れてて、ヨシさんの枠も荒れてるねって、おはぎちゃん、そう、すごいね、アンチがね、すごいね、アンチ同じ土俵にってね、柿の種もそう、中村モンドもそう、人の枠をいっぱいに取っちゃうんだよ、すごいね。
ね、すごいね。内緒したくないんですけど、内緒したくないんですけど、岡野は食いけ、中村ムンド、なんだ、ね、おめ出世しねえんだよな、ムンドはね。そうだよな、皆の道、皆の町奉行所、定人、言うたやろ。カッパちゃん、何死ねーって、死ぬ、笑うって、レオちゃん、柿の種、皆の町奉行所、丁長同心、中村ムンドだってよ、笑うで出世しねえやつ、万年平社員だんべ、違うけ、いつも母ちゃんに怒られたよな、モンドよ、ねえ、中村モンド、バーカ、バカたれ。